こんにちは。J1 リーグ第一節ウィナー予想動画 !J1 <laughs> が開幕しますよ皆さん !J リーグファンの皆様、サッカーファンの皆様え、お久しぶりでございます。こちらの動画はお久しぶりでございます。え今年もウィナーやっていきたいと思います。えーまあ 今シーズンから見ていただけるよという方には関係ないんですけども、えー、昨シーズンから見ていただける方にはまたちょっとね、えー、違った形でのお届けになるかなと思いますというのも J1 に所属するチームが増えたので試合数が増えたっていうのと単純に、ね、その期間も長くなりますからっていうのがありましてちょっと編集が大変だということで えまあ全部自分でやってるんですけども結構時間がかかるのでえまあ予想動画はいつも通りといった感じなんですけども結果発表動画を結構コンパクトにさせていただくかなと思いますはいそこはご了承いただければと思いますまあ、結果発表動画でまた一気に分かると思うのでその携帯はねなのでえそちらを見ていただきながらえまた今シーズンえー約10ヶ月ですからね2月から12月までありますから全て やっていいいきたいと思います今回のこの一節での予想ではですね、今シーズンのチーム状態とかも紹介しながらね、この動画だけはちょっと長くなってしまうかもしれませんが、簡単にではなりますが、えー、やっていきたいなと思います。はい、ということで、えー、ホームサンフレッチェ広島 VS アウェイ浦ウ和ウレッズ。えー、こちらですね、えー、広島がですね、えー、なんといっても昨シーズン えー、大活躍でした湘南の大橋選手が加入しましたね、えー、こちらが楽しみでございまして大橋選手多分ね僕と同い年なのかな27歳ま向、あ、へ行くわ同い年か、えー、ですごく調子良かったので昨シーズンはね湘南の、まあ、残留に貢献しましたね確実にねなのでその選手が広島に加わったことでどうなるかとで、えー、さらにですね キャンプでですね、ピエロス・ソティリウ選手が4戦連発だったそうなので、こちらかなり調子いいんじゃないかなというふうに見受けられます。そしてですね、浦和の方はですね、えー、昨シーズンまで、えー、清水で活躍しておりましたね、まあえー、2シーズン前かなは、まあ、J1 でも。 得点王にななったのかなチアゴ・サンタナ選手が加入したのと海外から結構大型補強をしてるんですね保有元がローマイタリアのローマであるソルバッケン選手や、えー、まあヘッケン からえー、グスタフソン選手などかなり大型の補強をしまして攻撃陣の層も厚いのでかなり注目はできるんじゃないかなで、えー、っと左ウィングは、えー、っとソルバッケン選手だけでなく松尾選手も帰ってきたりしたので昨シーズンは、えー、守備が素晴らしい裏でしたけど攻撃も結構爆発するシーズンにもなるのかなと思うので、えー、ちょっと注目していきたいなと思います。まあ えー、データで見ますと、広島はホーム戦浦和に5戦連続負けなしとなっておりますが、もう本当に、これはね、もう何ともわからないですよね、新シーズンになってしまうと。まあ相性とかもあるんですけども、うん、そうですね、えー、1対2浦和にします。はい、1対2浦和でいきたいと思います。はい、続いて、えー、ホーム名古屋グランパス VS アウェイ鹿島アントラーズ。 えこちら名古屋がですねディフェンダー陣の主力,がえ主力の移籍が相次いだということでまあディフェンダーの藤井選手ですね日本代表にも入りました藤井選手と森下選手がえ海外移籍したりとかまあとにかくその主力の移籍があったんですけどもまあ補強もしっかりとしているのでえまあそこら辺の心配どうなるかなという感じですが。 えー、キャンプではね、割と可変システムで、3バックをしたり、4バックをしたりとい,いろいろシステムが、えー、あるらしいので、その試合によって、相手によって変えてこれるのが、かなりいい、えー、感じにはまれば、えー、強い名古屋が継続されていくんじゃないかなという予想でございます。まあ、長谷川監督は、まあ、ね、やっぱ名将ですからね、日本の中でも、えー、かなり楽しみではあるなと思います。 まあそうですねそこらへんは楽しみかなと思います、まあ、補強の、ね、選手、えー、もうね、まあ、パトリック選手が入って山岸選手が入っていた昨シーズンも、ね、活躍しておりました、この2人は。えー、に、まあ、キャスパー・ユンカー選手とかもね、えー、昨シーズン、えー、名古屋に来て結構爆発していた印象ではあるのでそこは、えー、継続的に行くんじゃないかなと思います。はい ちょっと楽しみですね名古屋もどういう感じになってくるか、この3バックだったり4バックだったり、どっちがハマるか分かりませんが、また早い攻撃っていうのは楽しみなところであります。はい、鹿島の方はですね、まあ、主力はわりと残っているのかなという印象でございます。結構残ってるのかなと、えー、思うんですけども、えーまあ、鈴木優真選手がちょっと負傷で、えー、開幕に間に合わない見込みと言われている。 感じでですねままあ、どうなるか分かりませんがで、えー、新監督のポポビッチ監督ですねは、まあえー、縦に速い攻撃を徹底しているらしくでも鹿島の選手は、えー、分かりやすくてとてもやりやすいという、えー、情報を言ってるらしいので、えー、割と合った形ではあるのかなと樋、まあ、口選手とかもねここら辺で。えー フリーキックの名手でありますけども、えー、試合を作るという面でも樋口選手はかなり優れていますし、まあ、柴崎選手や、まあ、佐野海舟選手など、中盤陣が結構がっちりしているので、えー、そのスタイルはかなり合ったものになるのかなという感じですかね。はい、データで言いますと、名古屋・鹿島に3試合連続負けなしとなっておりますが、えーまあ、そうですね。うーん 楽しみも含め22、えー、ドローにします。はい、22ドローできれます。はい、続いて、えー、ホームジュビロ岩田バーサスアウェイ・ヴィッセル神戸。えー、ジュビロが J1、えー、復帰組でございます。えー、昇格組ですね、えー。そうですね、ジュビロなんですけども、まあ、昨シーズン補強禁止処分を受けていたんですね、実は。その中で、えー、チームを作り上げて、えー、勝ってきたジュビロが今回15人。 まあそれが開けてね処分が開けて15人補強してえうちブラジル人が4人来たとこれはどうなるかねすごく戦力アップにつながるか逆にえ作り上げてきたものが浸透する前に開幕してしまうとというところもあるんですがまあスタメンが結構大幅に変わるんじゃないかと言われておりますはいただまあその J2 でやってきた全員攻撃全員サッカーっていうのは継続的にやると でまあ、注目がね、えー、ゴールキーパーに川島英二選手が、えー、入りましたので、まあ、どこまであの使われるか分かりませんがそこはねこうかつて日本のゴールマウスを守った人がどこまで、えー、どういうパフォーマンスをしてくれるのかっていうのはもうすごく、えー、楽しみですし、まあ、意外と、ね、キーパーっていうのは年齢重ねても、まあ、世界的に見たらブッフォンとかいま,すし,いましたから、えー、年齢重ねてもやっぱ経験でできる。 えー、ポジションの一つであるのでちょっと楽しみですよねはい、えー、逆に、まあ、王者神戸ですけども、まあ、主力がほぼ残っておりますその中でも新戦力ね、えー、補強組もかなりの、えー、メンツでございますそれぞれのチームの、まあ、主力たちがやっぱり、えー、引き抜かれてという感じはありますまあその中で僕はね割とあの井出口選手 ね、セルティック行ったりとか福岡行ったりとかしましたけども、えー、神戸に来てどのぐらい、えー、馴染んでこういうサッカーに、えー、貢献できるのかっていうのは割と楽しみなところではあるなぁとは思いますね、はいえー、まあ川崎から宮代選手とかストライカーも来てますし大迫選手に代わるストライカーが出てもいいんじゃないかなとも思っておりますはい えー、データで見ますと、岩田は神戸に6戦連続勝ちなしでございます。まあ、前回対戦は2022年のリーグ戦となっておりますので、まあ、これもちょっとわからないですけども、ちょっと、えー、岩田からすると神戸は苦手相手なのかなと思います。えー、これはそうですね。うわ、どうだろう。13神戸とかにします。13神戸にします。はい。えー、続いて。 ホームアビスパー福岡 VS アウェイコンサドーレ札幌、えー、福岡はですねルキアン選手とか山岸選手っていうちょっと攻撃の主軸となってた人が、えー、抜けたんですが。 ベンカリファ選手ですね。広島にいたベンカリファ選手が加入したと。なので、そこを中心に攻撃は回っていくのかなと。まあ、そこにね、えー、元がいる今野選手とかは、右サイドから結構チャンスを作りまくれる選手だと思いますので、えー、ちょっとここら辺も楽しみだなと思います。まあ、昨年同様ね、えー、いい守備からいい攻撃っていう福岡はまた見れたら、さらにね、上位の位置に行くんじゃないかなと。ACL とかも狙える位置に 福岡が言ったら面白いなというのは僕はちょっと注目しております。はいえー、そして札幌ですけども鈴木武蔵選手が復帰しましたね。えー、鈴木武蔵選手札幌でかなり調子よくて、えー、前所属してた時ねかなり調子よくて得点量産していたのでその姿が戻ってくれば札幌の得点源としてかなり期待できるんじゃないかなと思います。えー、そしてですね、えー まあ、若い新戦力、えー、若い選手たちがかなり多く加入したのでそこら辺をどうペドロビッチ監督が使っていくのかというのも、えー、かなり、えー、楽しみなところでございますが、まあ、主力人たちが、ね、結構抜けたっていうのが札幌のうんちょっと不安要素といいますかこちらどうなるかわかんないんですけども、まあ、若い選手が来て急にあの覚醒するっていうのかな結構あるんでやっぱり若い選手っていうのは。 なので、ちょっとまあ楽しみではあるんですが、まあ、どっちに転ぶかなという感じですね。ちょっと楽しみではありますよ、でも。うん、そうですね。データで見ますと、福岡は札幌に5千連続負けなしと相性はいいので、どうなるかな。うん。えー、2-1福岡とかにしようかな。はい、2-1福岡。 します福岡はね、まあ、昨シーズン、あのー、上位陣にしては得失点差でマイナスなんですよね、実はね。そうなんですだから本当にギリギリの戦いをずっとしてたんでしょうねっていうまあ印象もあるんですよ、もちろん。だからそこで勝ち切るってことができるので負けないとかね、できるので、まあ、この札幌相手にも勝つんじゃないかなという予想でございます。はい続い続て えー、ホームサガントス VS アウェイアルビレックス新潟、えー、トスはですね、エースの小野選手が退団してしまいましたね、なんですけども、えー、外国人フォワード2人が補強されました、えー、その中でもなんですが、えー、横浜 FC にいたマルセロ・ヒアン選手が非常に僕は楽しみで、まあ、若い選手であるんですけど まあ21歳と、ね、若くて荒削りなところあるんですけども、まあ、昨シ、えーズン横4日目、の動きを見てても、えー、戦力にはもちろんなるでしょうしかなななりり楽しみな選手ではあるなと思っております、はいえー、そしてです、ね、新潟はです、ね、逆にその鳥栖から小野選手を獲得したチームとなっておりますね。 え新潟はまあ昨シーズン同様ポゼッションのサッカーにはなると思うのでまず監督もえ継続されてますからえそこはどうなるかなという感じなんですけど水戸選手がねえ海外移籍しましたのでこの穴がどう響くかといったところですかね攻撃の核が1枚抜けてしまいましたからえそこはどうなるかなという感じでございますけども、ま。あ えー、新潟らしいポゼッションサッカーは別にねあの全く通用してないわけではなかったので、えー、ちょっと楽しみにしたいなと思いますまあね僕の同級生の新井直人君も引き続き、えー、新潟いますし、えー、頑張ってほしいなと思いますはいデータで見ますと鳥栖は新潟にホーム戦4連勝中でございます2015年から、えー、負けてないらしく4連勝中でございますのでまあそこら辺を加味しながら考えますと うーんどうだろうな。まあでも、小野選手がね、入ったことで、トス人のディフェンス人の癖とか分わかってるでしょうから、そこは結構、どうにかしてきちゃいそうな気するんですよね。1、2、新潟にします。1、2、新潟。はい。えー、続いて、ホーム、町田、ゼルビア、VS、アウェイ、ガンバ、大阪。 いやーこの J1 のね予想で町田・ゼルビアという来る日が来るとはすごいですねえ町田・ゼルビアが来ましたね黒田剛監督どういうサッカー見せてくれるかまあまあやっぱり J2 をえちょくちょく町田が強いということで見させていただいてましたけどもこのね得意のカウンターとかえーそういうのはどこまで通用するのかということで えー、補強もかなり申し分なくしております。さすがでございます。僕のね、注目してるのは補強されたナ・サンホ選手、えー。FC ソウルから来た選手ですね。ナ・サンホ選手がですね、キャンプでかなり好調だったみたいで、えー、足が速いらしいんですよ、相当。スピードがある感じで、裏へ抜けるタイプらしいんですね。えー、そこの裏抜けた後の。 スペースをうまく利用して結構キャンプではいい感じだったという情報が入っておりますのでえ結構キーマーになってくるのかなと思いますまあキーパーにねえー谷選手がね入ったりとかまあそこら辺もかなりえしっかりとした補強はされているので仙藤選手が入ったりとかね中盤でえ結構ーんこの黒田監督のサッカーがしっかりとできれば 割と上位食い込んできちゃう可能性ありますよね楽しみではありますえ逆にガンバですねえ昨シーズン失点がワーストタイでございましたのでそこの守備陣の改善ですねそこがどうなってくるかとえいうことですけどもまあキーパーの東口選手がえちょっと怪我で開幕間に合わないんじゃないかと言われておりますがどうなることやらと えーいう感じですね、まあ、でもやっぱり、えー、攻撃陣は割とタレント揃いではあると思うので失点さえ少なくできればいいとこまでいくと思うんですけどねやっぱ攻撃力はありますし迫力ある攻撃っていうのは頑張る魅力ではあり続けると思うので今シーズンこそ残留争いではなく優勝争いとかに加わってきてほしいなというところですね、まあ、僕の先輩の福岡翔太選手も相変わらずいますので。 頑張っていいいたただきたいなと思いますはいそうですねなのでまあうーんまあこちらもちろんなんですけど初対戦ですからね町田とガンバはえー、どうしようかな打ち合いになったりしそうっすね意外とちょっとこれは楽しみという気持ちも含めて3対2町田にしますはい3に町田でいきます続いてホーム湘南ベルマレーレ バーサスアウェイ川崎フロンターレ、えーまあ、湘南はですね、まあ、先ほども言いましたけど大橋選手が移籍してしまいましたのでそこの抜けた穴がどうなるかなという感じですけども、まあ、主力の大半は残留しておりますのでそこさえですね、まあ、逆に、えー、加入組で言うとルキアン選手が入ってきましたので、まあね、J リーグ長いこといるイメージですしルキアン選手は。 まあ、福岡での活躍がえあった選手であるのでん大橋選手の穴を埋めてくれる人材ではあるのではないかなと思っております。はい、フロンターレは、まあ、ACL とかか見ててもかなり 調子いいんじゃないかなという、えー、結構鬼木監督のサッカーがまたハマり始めて強いあの連覇してた頃の川崎が完全にでは何と言いますかその戻ってきてる感じがするので <laughs>、まあ、あのフィジフィルムでもねスーパーカップでも、えー、神戸にも勝ってますしかなり強いんじゃないかなっていう印象です、はいえー、両サイドバックの、ね、名森里選手と山根選手がまあ移籍してしまいましたが まあ,でもあれだけできてればあんまり影響なくできてるのかなという感じですね。あと、レアンドロ・ダミアン選手も退団してしまいましたけども新助っ人としてきたエリソン選手こちらはかなり僕は注目しております。えー、サンパウロからね えー、ブラジルの名門ですよ、サンパウロから加入した選手ですから、かなりの得点力もあるでしょうし、ほ、えーまあ、他にもね、あのずっといる、えー、マルシーニョ選手だったり、イエナガ選手っていう、この3前3枚っていうのは、かなり強力なものになってくるんじゃないかなと思います。まあ、控えにいる選手たちも、えー、かなり熱いので、そうは。なので、ちょっと楽しみですね。中盤も相変わらず、えー、がっちりとした 3人瀬古選手、脇坂選手、橘田選手がいますからかなりいいんじゃないかなと川崎、思っております、えー。こちらの2チームのデータ見ますと湘南は川崎に公式戦4戦連続勝ちなしでございます。まあ、過去対戦見ても8勝20敗、11分けと大きく負け越しているので、まあ、川崎がちょっと有利かなと思います。えー、03川崎でい,くいきます。はい 03川崎で行かせてもらいます続いてホームセレッソ大阪 VS アウェイ FC 東京、えー、セレッソ主力ほぼ残っておりますはいあまり、えー、移籍してしまったという選手が少ないかな、まあ、マテヨニッチ選手とかはとか山中選手が抜けてしまったのは大きいですがまあ残っておりますね えー、逆に上里,里選手が山中選手の穴は全然埋めれると思うので、えー、注目していきたいなと思います、えー、ブラジル人のヴィ、えー、トール・ブエノ選手が加入したということでこちらも、ね、ブラジル人の,この強力な選手が入ってきましたね、えー、前3枚相当厚いものになりそうですよこちらも、はい、前3枚がブラジル人これは強力な3枚になりますね 逆に FC 東京は即戦力の補強にかなり力を入れたのかなという感じで選手層はかなり厚くなったと思います荒、はい、木選手荒木亮太郎選手とか遠藤啓太選手とかが加わっていますのでこちらかなり即戦力として前半から出てももちろん後半から出ても脅威になる選手2人ではありますからめちゃくちゃ楽しみですね え中盤は結構がっちり相馬、まあ、熱くなってどうなりますかね FC 東京今シーズン良くなるといいなとまあでもその松木選手とかがもしかしたらもう時期海外行くのかななんていうふうには僕は思ってますけどまあ、えー、オリンピック次第なのかなとも思いますねはいデータで見ますとセレッソは東京にホーム戦2連敗中でさらに4戦連続勝ちなしと ちょっと苦手意識があるかなと思います。えー、ということで、うん、1対2東京で行きます。はい。1対2東京で行きたいと思います。続いて、ホーム柏レイソル VS アウェイ京都サンガ。えー、柏はですね、キャンプのほぼすべての練習を非公開にするという、こうちょっと不気味なことをやってきましたね、えー。どういった感じになってくるのかということですけども、まあ、昨シーズンはちょっと得点力、 があまり振るわずそこの改善に努めているのではないかと言われております、えー、まあ、こちらもですねまあ、松木選手同様細谷選手が、えー、ま一、あ、石の噂もね、えー、早速出てるのでシーズン中にもしかしていなくなってしまうのではないかなという感じではございますがまあ、そこら辺はねしっかりとやってくるのではないかなと細谷選手がいなくなろうとも、えー、やってくれるのではないかなと思います、まあレイソルもね うん、優勝戦線に来てもおかしくないはずなんですよねうんまあ昨シーズンちょっと厳しい戦いが多かったですけどもちょっともうちょっとね、えー、頑張っていただきたいなというのが、えー、僕の本音ではございますね、えー、京都はですね、えー、最終ラインの主力がちょっとねいなくなってしまったんですよね移籍なりで。意外と特化になって て感じはあるのでそこら辺は不安要素かなとも思いますが、えー、若い選手を中心に、えー、全ポジション補強はしておりまして前の方は主力が残っているといった感じですね、まあ、原田選手とか、えー、と豊川選手が残っているので得点力は結構見込めるんではないかなとあと守備がどうなってくるかなというとこですかねデータによりますと柏は京都に3戦連続負けなしでホーム戦は4戦連続勝ちなし。 なんですね。えー、負けてはないけど勝ててもないと。いう感じで。えー、ホーム戦ではまあ3割いっぱいだと。今のところね。いう感じなので、どうだろうな。あー。むずいね。えー、11ドロー。11ドローにします。はい、ラスト。えー、ホーム東京ベルディーバーサスアーウェイ・横浜 F ・マリノス。うわー、なんか。 嬉しいなこの2チームが戦うってねなんかちょっといいっすねこれだよな J リーグっていう2チームが戦ってくれますけども、えー、ベルディはですね J2 でやってきたスタイルがどうこうまで通用するかというのが注目ですね、まあ、昨シーズン J2 での最小失点チームでありますから、えー、ハイプレスでコンパクトにしてっていうのが通用すれば、えー、J1 でも失点は防げていけるのかなと思います はい、でですねえ、まあ、注目選手といいますか、えー、新加入ですね、大学からの新加入、まあ、国士舘大学からの新加入の古川真人がですね実は実践学園の後輩でして、えー、去年の夏、えー、チャンピオンズの大ちゃんと、えー、実践の練習に参加させてもらった時に、実は来てたんですよ、あのー、練習には参加してないけど、古川真人選手はね。ちょうどその時にに、えー、ルディに え加入決まったんですっていうのを報告ね、コーチ陣、監督陣にしに来てて、その時にちょっと写真撮ってもらったりして、うん、まあいい好青年だったので、ちょっと頑張っていただきたいなと、えー、まあいきなりスタメンっていうのはどうか分かりませんが、ぜ、え、ひ、ー、ともね、戦力として頑張っていただきたいなと思います。はいえー、そして逆にマリノスはですね、ちょっとえ不安なのが、けが人が多いです。 えー、開幕に間に合うのかなという選手がちょっと多い中での、えー、感じで、うん、まあどうなるかなと思うんですけども攻撃陣の強力さはちょっとぐ、うん群抜いてるかなとは思いますまあエブレ選手アンデルソン・ロペス選手ヤマト選手が全員残ってる中で控えに回ってる選手たちもかなりの、えー、強力さではありますので、うんまあ、この攻撃まあ鉾立てですよね言ったらね鉾が勝つのか縦が勝つのかっていう 戦いいにはななってくるかなと思います、えーまあ、西村拓磨選手が、ね、スイスかなに移籍してしまいましたけども、まあ、全然、うん、補えるとは思いますしマリーノスのスタイル貫けばかなり今年も優勝戦線に加わってくるんじゃないかなと思います、まあ。マスカット監督が変わってしまいましてキューウェル監督にな,なってどうなってくるかという感じですけども。 まあちょっとこれ楽しみですね。えー、こちらですね、ヴェルディ、マリノスにホーム戦3戦連続負けなしとなっております。まあこれ前回対戦が2008年ですので、15年間戦ってないので、こちらどうなるかなという感じですけども、まあちょっと、えー、楽しみにしていきたいなと思います。うーん、難しいね。11ドローにします。はい。11ドローでいきたいと思います。はい。 ということで、全10試合予想したのと、ちょっと今シーズンの注目ポイントなどもまとめて話してきましたけども、また結果でいろいろね、結果発表動画でまたちょっとコンパクトに説明していけたりしたらなと思います。いやー、ちょっと楽しみですね、今シーズンも。また10ヶ月間、楽しみに、毎週をね楽しみにしていけたらなと思います。まあ、あの、本当に僕のミナーってのは、本当に えー、負けるのが前提ですので <laughs> まあそこら辺は気にせずに、えー、J リーグ情報として見ていただけたらなとまあギャンブル好きな人はギャンブル好きとしてギャンブルやったらこいつで見ていただければなと思いますはいということでまた結果発表動画でお会いしましょうさよなら